回じゃね、はい、お願いします。ありがとうございます。
ず名古屋からのライブなんですけれども、次が最後の曲になってしまうんですよ。ありがとうございます。それが聞きたくてやりました。すごい反応、とてもいい反応でありがとうございます。ということで次の曲が私たちのとっても大好きな曲になります。ミス・オブ・ガールという曲なんですが、これを私たちが歌うとミソガールという名古屋にちなんだ名古屋カラーらしい曲に仕上がっております。はい、はい、その中で名古屋カラーコールといって、みんなで一緒にね盛り上がれる場所があるので、それを一回練習していこうと思います。はい、では私が説明させていただきます。あの名古屋カラーコールっていうのは、まあ、ただあの名古屋カラーと私たちのチーム名を一緒に叫んでほしいんですね。あのサビの前に3回あるので、よかったら一緒に声出してもらえませんか。ありがとうございます。じゃあまず私たちがその名古屋カラーコールのお手本を見せますので、その後に皆さんで練習してみましょう。それでは練習の曲をお願いします。どうでしょうか。大体分かったかな。 OK、 いけるかな。どうかな。ちょっとあのまだパンが不安かなという感じかもしれないので、私たちがせーのとお声掛けします。そうしたら名古屋カラーと叫んでいただければと思いますので、よろしくお願いします。ではもう一回曲お願いします。さあ皆さん、遠くの方の皆さんも見えてますからしっかりお願いしますよ。せーの、ありがとうございます。とてもいい感じでした。でもここね、恒例行事なんでもう一回だけやらせていただきます。さっきより大きい声でお願いします。お願いしますよ。曲をお願いします。いいですか。名古屋カラーですよ。皆さんよかったら手も上げてほしいです。盛り上がってるかもね。いきますよ。はい、せーの、ありがとうございます。とてもいい感じでした。ありがとうございました。ということでこれが次最後の曲になってしまいますので、最後の最高のね盛り上がりを、ここで感じていただければと思います。よろしくお願いします。名古屋カラーでミソガールです。飽きた黒きマンクじゃ
ですね、向かって皆さんから向かって左側のテントですね、一番端のところで名古屋からのグッズ販売を行ってます。ポスター500円ですとか、さっき使ってたキラキラのステッキも500円ぐらいから販売してますので、もしよかったら皆さん遊びに来て、来てください。買っていただいた方とは一緒に記念撮影もできますので、ね、よろしくお願いします。今日は本当にどうもありがとうございました。名古屋カラーの皆さんでした。もう一度大きな拍手でお見送りください。